松本英子マイストーリー最終回です。最終回というとなんかすごくもう終わっちゃうみたいな、最後っていう気持ちがすごく強くなったりするんですが、こう次のね放送がもう決まっているってなるとまた違った感情が生まれるものだなと、私こういう経験は初めてなので、一旦は終了というねそういう感じでお届けしておりますけれども、実はですね今回秋田芸術劇場ミルハス6月2日の、コンサートに向けて新曲を作っていたんです。でこの新曲というのは、私がずっとねこの半年以上お世話になったこのマイストーリーという、この番組に向けても曲を作りたいなとずっと実は思ってまして、それプラスこの25周年の集大成として、デビューからこれまでを見守ってきてくださったファンの皆さんに対しての感謝の思いを形にしたいなという、その2つをミックスさせて実はマイストーリーというタイトルの曲を作っていました。で、実際出来上がったのがミルハスのコンサートの1週間、10日前ぐらいでしたかね。最初のバンドリハーサルが始まった頃にギリギリに完成しまして、で実はバンドでのリハーサルも行っていました。で当日やるかやらないかいろいろこう時間との、戦いもありまして、で最後の最後にですね、ちょっと入れることが叶わず生で初披露ということはできなかったんですが、その代わりにですねすべてアンコールまで、歌い終わった後、皆さんにお礼をね、お話しさせていただくバックで、実はこの新曲を流させていただきました。デモの、音源になるんですね。ちゃんとしたこうレコーディングっていうのをする前のスケッチといいますか、そういう段階での録音だったんですけれども、それでも皆さんに少しでもこう聞いてもらえたらなということで、あえて何も言わずにかけていたんですけれども、ファンの方の中であれこの曲聞いたことないな、なんだろうっていうふうに言ってくださった方も、気づいてくださった方もいらっしゃって、あよかったと思って、ただ前編じっくりとね当日は聞けなかったと思うので、今日は最後の最後にその新曲をオンエアしたいなと思います。で、今回どなたに書いていただいたかと言いますと、私がずっと曲をオリジナルを書いてほしいとお願いしておりましたアカペラグループアジのリーダー立花哲夫さんです。立花さんとはですね、もう本当にずっと昔から、チャペルコンサートで回ったりとかですね、秋田にもねコンサート来てくれたりもしました。それから積み木という楽曲では、私は歌詞の提供させていただいて、私自身もセルフカバーをさせてもらったりですとか、あと思い出という曲で、卒園のね、曲を、これも立花さんがある保育園に提供した曲を、私がとってもこの曲いいって言って、カバーをさせてもらってピアノを岡本真由さんに弾いていただいた、そんな楽曲もありました。ただ私自身をイメージして書いてもらったいわゆる書き下ろしというのは今まで一度もなくて、いつかリーダーの立花リーダーの曲を歌いたいなとそんな風に願っていて、会うたびにですね実はオファーをしてたんです。いつか書いてって言って、で今回25周年記念ということで本当にお願いしますということで、頼んだところもちろんという、ご快諾をいただきまして、歌詞は私が書かせていただきました。これはやっぱりデビューからのね、これまでの思いとそして感謝の気持ちをしっかりと刻みたいなという思いで、途中もちろん立花リーダーにもいろいろアドバイスをもらいながら一緒にね制作していったんですけれども、何せメロディーが素晴らしいので、その辺をねじっくりとお聞きいただきたいと思います。
まだ本当に実はデモトラックという感じではあるんですが、ただそのリーダーのそのデモはデモじゃないんですよ。本当に完成度が高くて、いや素晴らしいなといつも思うので、逆にこのレアな状態、私も本当にこう歌も曲ができたばっかりの、もうほやほやの今できましたのタイミングで歌った歌なので、すごく純粋な声が聞けるのではないかなと思います。歌詞の内容は多分聞いていただけたらわかるんですが、1999年ノストラダムスの大予言もあったなという、そんな時代にデビューをして、まだ8センチシングルでリリースした、そんな時代背景も含めて、皆さんにお届けする一曲です。それでは初めて公開いたします、松本英子マイストーリー。ゆくれのレコードショップ8センチ短冊の中、まさらな私を手に取ってくれたのは君だった。大円前の大きな看板、恥ずかしい人生だってわかる。
送りしたのは松本英子マイストーリーでした。このマイストーリーという番組を、制作するにあたりまして、とてもとても大きな力をくださいました。秋田にはこんな素晴らしい FM 局があるんだということに私は心から、感動し、そしてたくさんの希望をいただきました。そんな、私は希望を持っている秋田県ですけれども、この間新聞にも載っていましたね、地域の希望ランキング、秋田が全国最下位というね結果が出てしまって、若者を含めてこう未来の秋田に対する期待だったりとか希望というのがこんなになくなってきているんだということにすごくショックを受けて、でもまだまだできることがありますし、未来を変えることっていうのはできると思うんですね。私が地元秋田のために力を尽くせることというのは本当に、少ないかもしれないんですけれども、でも今聞いてくださっている皆さんがきっと同じような思いで日々楽しいこと面白いことを考え、そしてアウトプットして、どんどん秋田を変えていくことっていうのはできるんじゃないかなって、そんな風に思うんです。私も楽しみながら引き続き FM 花火で番組をお届けしたいと思います。まずはこの7ヶ月松本英子マイストーリーをお聞きくださり本当にありがとうございました。心から感謝しております。それではここまでお届けしたのは松本英子でした。愛と感謝を込めて本当に本当にありがとう。またね。